はい、どうも、トワイスです。今回もブラック実況やっていきたいと思います。パート10かな?意外と長く続いてますね。今回はですね、1,2,3,4,5 ですね。ステージ5のティブリッツ難民施設、こちらやっていきたいと思います。もちろん難易度はノーマル。ソロモン三等軍曹と話す機会があったよ。興味深い人物だ。君のことはよく言ってなかったが。それは嘘だ。レノックスがカイロを立った後、噂がウイルスのように広がったんだ。軍部は隠そうとしてたが止められなかった。なぜセブンスウェーブと結びつけた？マイアミがしくじった後、俺たちがレノックスを追うことになった。その時はレノックスだとは知らなかったかな。知ったのはその後だ。奴がレノックスだなんて知る由もなかった。腕も立つしな。クエート、東京、カンダハルではあと一歩というところまで追い詰めた。何度かいいところまで行ったんだが、最後はいつも逃げられた。結局 S4 が北パキスタンで奴を仕留め、どっかの渓谷に埋めたらしい。ケラー軍曹については？気が短くて手がつけられない。二次的被害なんて考えもしない野郎だよ。バレンシオについて話してくれ。特に言うことはない。抹殺しろって命令が出ていた。見つけて始末しろと。製鉄所の後でアルファステータスに戻された。ターゲットの一人のやつをセブンスウェーブのボスとチャーリーチームがやり損なったので、俺たちで追った。古い収容所に隠れてるという情報があってな。ソロモン軍曹でしたっけ？ケラーは別に嫌われてないと思ってたみたいですけど、ソロモン軍曹はケラー軍曹のこと嫌いになったみたいですね。校長。軍曹でいいんだよな。階級間違えると大変だよ。ディブリッツ難民施設1827。はい。MP5 かなこれ。あと、グロックかなハンドガン。まあ、バランスのいい装備ですね。この辺も探索すれば何かあるのかな。なんかいかにもね、戦いますよ、これに隠れながらみたいな、そういう感じじゃないですか、これ。操作方法若干は、あーおー、ここか、マジか。ここはきついな。おいーおいー、いきなりドンパチか、この野郎。倒したね。これあれかな、ちょっと味方に頼ってみようかな。うわお。はあ、もちろんそればっかりじゃね、動画としてどうかと思いますんでね。やるなお前。おお、救急すげえな。お前敵の目の前でしゃがんで、しかもヘッドショットも取るのか。へえー、マジ聞いてないです。やーばい、このステージ始まってまだ一発しか撃ってねえよ俺。どうしよう。それはいいんだけど。ダメ。うわマジか、そっち側か。了解了解。食らってるよ。やばいよ。うわ、ちょっと待て、ちょっと待て。今目の前だったな。お前か。はい。あ、やばい。死ぬ。あ、死ぬ。ここに来て。早いなぁ。もう減ったよ。はい。なんかあそこに引っかかってるけど。はい、どうかな。まだ3発しか撃ってねえよ今回。違うか。ダメだねこれは。
すげえ戦いだ。どうすればいいんだ。皆さんナイスすぎて、ああこれは全方位気を使わなきゃいけないタイプのやつや。はい、おお、この辺は一掃できた。もういいや、突っ込もう。うわーマジか、ちょっと近いぞ近いぞこいつ。どっからだ。いいね、命中率いいな、この MP5 は。ああもう、なんか上からどんどん敵が落ちてくる。さあ、あとは RPG だな、問題は。わお、やめろよ、そういうのやめろよ。ほら怖いだろう。はい、あ、やばい、死ぬ。くそー、どうすりゃいいんだ。いいね、味方いいね。なんか味方のおかげで俺がいるって感じだよ。ウージーだ、ウージーでもいいな、近距離だもんな、ここ。やべえ、ここまずいとこに、まずいとこに一度っちゃった。というか敵多いよ、始めたばっかりなのにこんなに多い。 RPG、 うう、どっからだどっからだと。くそー、こんなんじゃ動けないじゃないか。おうおう、怖い。 RPG の弾は4発。どっからだ、どっから撃ってるかさえ分かればなんとかなるんだけどな。あそこか、分かったぞ、あそこだな。いいね、どうしようかな、このままこれでいくか。よしよしよし、こんな方がいいかな、迷うな。やばい、死んでまう、死んでまうよ。おお、やばい、索敵もままならないってどうよ。あっ、うわこの野郎、どの辺だ、今どの辺だった。少なくともこっちが行った。何何何、ちょっと待てよ。分かった、あそこ違う、やべ、適当に撃った、いいのか、倒した？倒したんならいいけど。やばいな、これはやばいぞ。おお、早くも医療パック使い切ったよ。おい、危ねえ。なんか銃座みたいなやつがいる。これは撃つべき。どうや、どうやってことでもないか。うわひどいなこれ。届くかな、グレネード、えい。地味にグレネードまともに使うの初めじゃね。うわ、はい、ええ、どっから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 、やーばい、これはやばいぞ。
ちょっと自動回復を待ちましょうか。これだけか。やばいぞ。囲まれるぞ、これは。囲まれるぞ。囲まれたくはないぞ。デイ。どうよ。おう、まだいる。どっから。やばいよ。やばいな。デイ。これでどうだ。いる。はい。救急キット落としてくれ。落としてくれ、救急キット。ここには何もないか。あおふ。まずい。てい。あおふ。ダメだもん。アイテム回収に走らないと。おお、回復した。いいね。上にいたな。はい。ふぅ、これでいいんじゃないですか。うわ、まだいる。よし。はい。上？何の話？いねえじゃん。ああ、そっか、なるほど。マジか。出てきた。はい。もう一体かな？ラスト一体だといいけど。甘く見たな。まだいるか？うん、なんか変な声するからまだいるね。入り口に接近した。いつでも確保する。これ無限増援じゃないかな。確かこの入り口を破壊しなきゃいけないんだった気がするな。グラナーダー。はい。うん。これでよかった。グレネードなくなっちゃった。あ、造園がグレネード出してくれるのか。それはありがたい。よし、これでとりあえず先に進めます。前進する。行きます。ダメだ、そこから動くな。これは命令だぞ。建物に入るんじゃない。キャラ。なるほど。ソラーソロモン軍曹にも嫌われますよ。ウジ拾っとけばよかったかな。暗い。明るさ設定を調節してなおこれか。お、これはね、持っておかないと。さあ問題はこっから先だ。MP5 サイレンサー。でも今敵硬いですしね。サイレンサー使ったところで威力の減衰がありますから、ちょっときついところではあります。お、止まったか。あそこで一発で仕留めないと。あお、動いちゃった。ここはどこだ。難民収容所とかいう名前だったような気がしたんですけどね。とりあえずもう一回回ってくるのをこのまんま待った方がいい感じですかね。いつ回ってくるんだって話。どうなんだろう。ここは確実に倒していきたいところではあるんですが。お、来
たね。よし、そのままそのまま行くぞ。外した。マジか。何？今降りてきたような気がする。青勝っちゃ仕方がねえ。おら来いよ。おらこ、お、お前ショットガンさんじゃねえか。危ない。あ、なるほど。MP5 はあれですけど、弾丸数が多いんだ。はい。あとは向こうか。向こうに行くか。そろそろ爆発物を本気で考えなきゃいけなくなってきましたね。今嫌な音がした気がする。違うかな。自分の足音か。また降りてきてないよね。いや、とりあえず下にいるんだったら下の敵を掃討してから考えないと。なんかきしみ音がしますけど大丈夫？この辺は何もないのかな。進む道は？ここ上がれるの？上がれるね。そういえばショットガン、さっきショットガン落とさなかったか。ピストル弾薬。おお、どっか。え？危ない。なんだろう、いつも通りのラッキーヘッドショットと言いますかね。 RPG 使いたいな。どっかで使う機会ないかな。うう、まあいっか。さて、ウージーじゃなくてこっちこっち。バス12。まあショットガンの方がね、何かと心強いかななんて勝手に思ってるんですけど。盾持ち？マジか。ちょっと待て、ちょっと待て。盾持ちはまずい。まずいよー、これは。まずい。やめろ、やめてくれ。あ、危ねー、自滅するとこだった。はい、どうよ。これで死なねえの。あ、ダメだ、これまともにいったら死ぬ。ショットガンさん迫ってきてるよ。そう、ショットガンさんあのまま誤射しねえかな。あお、ダメ、やばい、すごくやばい。でも医療セットも使わずに死ぬのはバカ臭い。どうしよう。せーの、はい、ダメか。そうか、ダメか。あれ、盾だけ立ってる。マジか。どうしようね。ちょっと無駄にグレネード減らしちゃったな。あー、待ってるせー、さあ待ってるせー。出てこいよ。よし、
てないね。よし、医療セット。お M16、 なんだこれは。アサルトライフルか。おお、隠し武器。なんだこのアサルトライフル、強そうだ。どうしようかな。でもサブマシンガンの弾がメインで手に入るってことですから、 MP5 だ。ちょっとこっちを使う。あーでもな、いいや。スパスと M16 でいきます。意外といけるんじゃない。うん、お前ショットガンか。マジか、やばいなこれは。やばいな。はい、しっかり処理していこうな。はい、いいね。これショットガンだけどちゃんと真ん中に撃てるよ。剥がれるからそこから狙えと。暇があったらリロードの方がいいかな。つか死んだか。死んでくれたんならありがたい。さて、お、医療パック、ラッキー。というか今回厳しいな。どうしよう。すごくいい雰囲気の中ですけれども、今回はここまでとさせていただきます。次回もステージ5攻略していきたいと思います。では失礼します。